はい、どうもゲーム仮面です。さあ、今回はブロックスフルーツの運営がね、またこういうね、ツイートしたんですよ。これ見てほしいんだけど、Can you guess this new fruits? 新しい実、なんだと思う?みたいな感じ。で、これモザイクかかってるけど、ちょっとなんか、オレンジ色っぽい感じかな?オレンジか赤みたいな感じだよね。これ何の実なのか、ちょっと考えてみましょうということでね。なんかやばいサイト来たな、これ。はい、悪魔の実ってね、いろいろあるんだけど、このサイトでね、いろんな悪魔の実を見ることができると。はい、ゴムゴムの実、これだね。ゴムゴムのピストル!あと、バラバラの実。スベスベの実。スベスベの実ってこんなエロい形してるんだね。はい、黙々の実、これスモーカーのやつだね。ボムボム。ここら辺はね、ブロックスフルーツにも登場するやつだ。キロキロの実。キロキロの実って本当はこんなんなのよ。ブロックスフルーツ全然さ、三角みたいなさ、やつだけど。ドルドルの実。バクバク。ベロンチャー!オオカマが!何する?ヒトヒト。これ、チョッパーのやつですね。これ、チョッパーのやつはあり得るかな?チョッパーは、これね、実はキングレガシーにはチョッパーの実あるんだよね。でも色的にはこれあり得るよね。ヒトヒトの実。はい、続いて、ウシウシの実、スナスナの実。スナスナの実こんなんなの?ちゃんとサボテンがついてるんだね。これ、クロコダイルのやつだね。スナスナはね、ブロックスフルーツでも出てきてるけど、こんな実じゃないよね。花花の実。これロビンのやつですね。本当にお花なんだ。形は。はい。猫猫の実。レオパルドですね。レオパルドも本当はこんな形してんのよ。はい。ウシウシの実。アワアワの実。お、そう、面白いね、これ。読み読みのに。はい、失礼します。読み読みの実、めちゃくちゃ似てるじゃん。これに。あ、だけどあれだね。読み読みの実ってもう出てるね。なんか緑の骸骨みたいなやつだから違うね。あ、ちょっとエロすぎだろ、これ。びっくりした。はい、影影の実。あ、これ月光モリアのやつ。こんなんなんだ。闇闇。すご。これティーチのやつ。こんな形してんだ。これ、絶対美味しくないよね、これね。あ、メロメロの実、サクランボだ。これもね、ブロックスフルーツ出てくるけどね。全然違う形してる。サラサラの実、メラメラの実、これはね、出てきてるよね。オペオペ。オペオペってこんなんなんだ。ハートなんだ。心臓になってんだね。刻んでやる。シャンプー。イトイトの実。これドフラミンゴの実。ブラックナイト。やっぱブロックスフルーツ全然違うんだね。もちもちの実もね、デザイン違うね。ヘビヘビ。おお、面白い。フデフデの実。あ、クロスミ勘次郎か。ウオウオ。あ、ウオウオね。ちゃんとこれ角が2つ生えてるんだ。で、ウロコみたいになってんだね。逃がすな。犬犬の実。これがヤマトの実か。あ、これあるんじゃないか。これちょっと似てるんじゃないか、これ。モザイクに。犬犬の実あるんじゃないか?ちょっと俺ね、犬犬の実じゃないかと俺は予想するよ。あ、じきじき。これね、キングレガシーでは出てきてるけど、磁石の形してるんだよね。じきじきの実。すごい、本当はこんな形なんだ。あ、歌歌の実。
歌う頼みはちょっとね、俺あり得るんじゃないかなって思うけどね。注目されるだろうしね。映画でね、注目された身だしね。あ、面白いね。あともうちょっとヒントがあって、はい、これですね。これ、青っぽいモザイクかかってるけど、これもね、新しい身らしいんだよね。もしかしたら同じ身かもしれないし、違う身かもしれない。はい、英語でなんて書いてるかというと、ダウアウェイキング。もちもちの身の覚醒とか、レオパルドに指摘するような、匹敵するようなパワーを持つものを個人的に調理しています。まあ、作っていますってことだね。いや、すごいよ。もちもちの身とレオパルドめちゃくちゃ強いからね。まだ完成していないため、あまり多くは語れませんが、想像力をかきたてるプレビューをご覧ください。で、この画像なんだよね。青っぽいよね。いや、これ確かにでも、ヤマトあり得るぞ、これ。はい、ヤマト。ワンピースのヤマト、こんな可愛い女の子なんだけど、これね、カイドウの娘なんだよね、まさかの。なんと、満月の夜に進化するんだよね。これがちょっとね、もしかしたら青っぽい感じ？ほら。こういうちょっと青っぽい感じなのよ。この青っぽい感じになんだよね。それ考えたら、マジでヤマト、あり得るぞ。ということで、ゲーム仮面の予想はヤマトのね、この犬の実です。はい、皆さんは何だと思いますか？コメント欄で教えてください。以上、ゲーム仮面でした。